日輪車。左に映り込んでいるのは、岐阜少年院日輪車はかつて、岐阜県各務原市に存在した施設。川崎造船所少年院修練道場や、各務原少年訓練所、岐阜少年院などに使用され、円形の建物が特徴であった。鏡山の山麓に所在した。この地域は、高山本線の各務原駅から近く交通の便が、良いこと。 川崎造船所工場や軍の基地からも近いことから、はじめは結核の診療所を作る計画が持ち上がっていたが、地域住民からの反対があり、中止となった。しかしその後、川崎造船所が少年修練道場として日輪車を作る。この日輪車は13棟あり、川崎造船の少年修練道場や朝鮮人の宿泊施設、 鏡ヶ原少年訓練所として使われていた。1949年に法務府によって買収され、瀬戸少年院の分院、鏡農芸学院となる。1952年には独立した岐阜少年院となったが、日輪社の建造物は1955年頃から解体されて姿を消した。跡地は鏡ヶ原スポーツ広場となっている。 円形の建屋の直径は12から13メートル、高さ6から7メートル、屋根は2層の杉板のトントン吹きで約2メートルの間口は突出しており、そこが出入り口であった。また、一棟で約20人収容できた。内部は中央が土間で石を組んだ炉が作られており、炊飯と冬の暖房ができるようになっていた。土間の周辺は約2メートルの板縁が、 円形に作られ、上下二段で宿泊できるように工夫されていた。上段に登るはしごがあり、廊下の部分は区切られ、最高窓があり、通風も兼ねていたが、それでも内部は薄暗く、生活環境は良いものではなかった。軍隊が掘った深さ42メートルの井戸があり、そこに水中ポンプが設置され、水量も豊富で滑水することはなかった。日輪車は、 川崎造船の少年修練道場でしたので、当時、青年部長をしていた私は、仲間の工員を連れて一泊の夜間講習会をよく利用しました。会社の1日の仕事が終わってから、仲間と隊列を組み、軍歌を歌いながら、徒歩で日輪社まで行きました。そこで、川崎造船少年修練道場の先生から、講義を聞いて、夜は宿泊でした。終戦後、 日輪車は在日朝鮮人の一時収容所として使われました。日本に強制連行された中部、北陸、関東地方の朝鮮人が列車や船の手配ができるまで朝鮮人連盟の世話で一時期を日輪車で過ごしましたことを私はよく覚えております。かこみが原市民の戦時体験 P64 ありがとうございます。